ボールウォッチはアメリカ・オハイオで1891年10月に生誕した時計ブランドである。創業者のウェブスターシーボールは鉄道冷明期に安全な運行を促す高精度な鉄道時計の検査システムを構築した人物として知られている。現在の本社はスイスのラ・ショード・フォン。主力商品の特徴は特許を取得しているリューズガードセーフティロッククラウンシステムと トリチウムと蛍光物質をガラス管に封じて10年以上自発光を可能としたマイクロガスライトである。ただし、法律上の問題から日本で発売される製品のマイクロガスライトのトリチウム含有量は本国製のものより抑えられているため光量は劣る。ETA やセリタのムーブメントを多く用いてきたが、自社製ムーブメントの開発に成功してマニファクチュールとなっている。 ボールウォッチの広告1891年4月19日、即達郵便列車であるナンバー4がコガンサザンミシガン鉄道を西からオハイオ州キプトンに向け走行していた。エリリアを出発してからキプトンで郵便列車と衝突事故が起こった。この時アコモデーション号の車掌はポケットに入っている時計で時間を確認しなかった。しかし、 その機関士が当日持っていた時計は4分間遅れていた。このことが静止を分けることになった。両列車の機関士、乗務員6名が大破炎上した郵便列車の犠牲となった。この事故をきっかけに、小岩鉄道の当局者はボールに、同鉄道の前線に渡って、時間と時計の状況を調査させ、それらを正確に運用するためのシステムを開発するよう要請された。早速、 ボールは、車掌、機関士、駅係員等の鉄道事業で使用されているすべての時計を優秀な時計職人の手によって検査させ、標準時との誤差が30秒以上ある時計に関しては、調整を義務づけると、数多くの規定を設けた。このシステムが広範囲の地域で初めて成功したものである。鉄道時間の基礎を築いたのはボールであり、これにより、 正確で統一された時間管理が確立された。どのような状況でも正確な時間が求められる、鉄道時間と、鉄道時計である。ショックレジスタンス対衝撃性、ボール公式 HP ハットビジビリティ、視認性、ボール公式 HP 編集部の勝手に討論会、ボールウォッチの国内新展開シリーズ、ロードスターマリン GMT、ウェブクロノス、年月日、 ありがとうございます。